ん、ここで寝てたの？そうなんだ、スー。でも、何も覚えてないんだ。あなたはスライムのサムで、私はスーよ。バカにしないでよ。昨日ビーズで遊びながらクラフトンのことを考えてたけど、全部忘れちゃったんだ。落ち着いて、一緒に思い出してみよう。クラフトを作りながら。クラフトで推理？楽しそう。スーって天才だね。こんにちは。掃除がこんなに楽しいなんて知らなかったよ。パラビーズって楽しいわよね。みんなも遊んだことある？あったら高評価してね。で、何から始める？何かアイデアあるの？まあね。ほら、この写真見て。プロに撮ってもらったの。わかった。写真立てなんかどう？それ考えてたの。緑をメインに使えばきっと合うはずよ。緑の葉の中のピンクの花って感じ？ここからはちょっと難しいわよ。フレームをパーチメント紙で覆うわよ。こんな感じ。そしてアイロンをかけるんだ。暑いから気をつけてね。そうね、アイロンは押し付けすぎないで、さっとかけるだけでいいのよ。家事は好きじゃないけど、これなら楽しめそう。見て、おしゃれなフレームができたわ。じゃあ次はサムが作った緑色のパーツをつけていこう。楽しいからずっと遊んでられるね。そうね。ここからはグルーガンを使うわね。暑いから気をつけて。よし、こんな感じ。完璧にフィットしてる。あー、どうしよう、取れちゃった。すぐに直すから大丈夫よ、サムチン。これを四隅に取り付けるの。よし、これなら取れないよね。こっちは完成。表側はどうかな、サムチン。ちょっと物足りないわね。これがぴったり合うはずだよ。この葉っぱを見て。私も同じことを考えてたの。ありがとう。人の心を読めるんだ。すごいと思ったら高評価してね。木の飾り付けは完了。でも他にも何か必要ね。羊が出番を待ってるけど。お花がいいかと思ったけど、羊もいいわね。お花って言った？それもできてるよ。ありがとう。何でも言ってね。本当？じゃあ、雷雲はある？さすがに雲は用意してなかったな。どうしよう、スー。そうね、必要になるからすぐに作ろう。稲妻もね、スー。忘れないでね。ほら見て、これで全部できたわ。やばい、僕の写真、この写真立てに完璧にマッチするね。大成功。じゃあ実際に使ってみよう。写真の角を差し込んで、よし、これで完成。最初の謎は解明されたわ。次に行こう。ふんふん、オーイエーイ。待てよ、なんてこった、絡まってる。整理する方法を見つけなきゃね。イヤホンケースを作ろう。ヤッホー、これでイヤホンをなくさずに済むよ。自分でほどいて裏側を作らなきゃ。サムチン頑張ってね。ちなみに裏側もほとんど同じよ。イヤーピースとケーブル用の隙間を作るのも忘れないでね。ほら、もうすぐできるよ。あと何枚か作ればスイカになるね。イヤホンケースに必要なのは2枚だけよ。気をつけてアイロンをかけて全部くっつけてみてね。これだと片メガネだけどね。ケーブルを入れるところを作らなきゃ。2つ一緒に重ねてから2枚目のスイカを上に置くの。おいしそう。でも食べちゃダメだよ、イヤホンケースだからね。食べないわよ。早速入れてみよう。はい。あ、どうしたんだろう。はい、これでケーブルの問題は解決だね。それに新しいクラフトのアイデアを発見したわ。スマホの、スン
それは最後にとっておいて。まだやることがたくさんあるから。あ、この植物は何？うん、すっごくカラフルで、まるでジュエリー。退屈して植物を飾ってたみたいね。でも本物の植物は使えないわ。だからパーラービーズで作るんだ。すごくない？サボテンのアクセサリーなんか素敵よね。はあ、誰か2つ目を作ってくれないかな。スン、スライムの助手がいるんだから僕に頼んでよ。すぐに作ってくるね。サムチンが手伝ってくれるんだって。こっちもスピードアップしよう。見て、僕の園芸の腕前はさすがでしょ。そうね。さあ組み合わせていこう。サボテンはできたけど、ちょっと物足りないわね。僕が手伝うよ。シンプルなサボテンがお花付きのサボテンに変身。素敵ね。次はアクセサリーを置いてみよう。好きなイヤリングとか。昨日つけてたネックレスも置くね。もうなくさないよ。よし、完璧。次のクラフトもすごいから待っててね。次のクラフトを考えているときに喉が渇いて飲んでたのね。あ、濡れてる。スー、どうにかしなきゃ。じゃあビーズでコースターを作ろうか。ちょっと持ってて。うん、でもテーブルが濡れないようにしようよ。今回はフルーツを作っていこう。まずは切ったリンゴから。うん、いいね。オレンジとキウイも作れる？いろんな種類の果物を作るわね。それから野菜も作るの？いや、野菜はやめとこ。他にアイデアはない？コースターのスタンドだったら楽しそう。正解。さすがに勘が鋭いわね。うわ、マジ？適当に言っただけで当たっちゃった。すっごい。ちょっと手伝ってほしいの。でもまずはコースターを仕上げなきゃ。数えたんだけど、コースターは6枚必要だよ。はい、これを手本にして作ろう。すぐに始めよう。リンゴはできてるから、他のも作っていくわよ。これでテーブルが濡れないし、こぼれ防止になったわ。かわいい蓋も作ったの。じゃーん。スタイリッシュな帽子でしょ。コースターはどこに置こうかな。これがスタンドのパーツよ。グルーガンでくっつけるわね。暑いから絶対に気をつけてね。みんな、やけどしないでね。コースターのスタンドの完成。全部入るか見てみよう。まだ大丈夫だけど、落としそうだよ、スー。もうすぐよ。さあ、どうなるか見てみよう。わあ、完璧ね。はい、チーズ。あ、あともう一つ。またスマホ？え？そのケースはパッとしないからカラフルにしちゃおう。最後のクラフトもすごいことになりそう。始めるよ。サムチン、自分でケースのデザインを考えていいのよ。どんなのがいい？カラフルにしたいな。でもピンクがメインでね。もちろん、二人とも好きな色だもんね。両面にアイロンをかけたわ。ケースはもうすぐ完成。あとはプラスチックのケースに接着するだけ。はい、ありがとう。カバーの形を合わせましょう。まずはケースの表面にグルーを塗って。暑いからこの部分は大人に手伝ってもらってね。ビーズのケースを取り付けたら完成。すっごくおしゃれ。完璧じゃん。早速使ってみようよ。そうね、サムチン。はい。うわぁ、すっごくカラフル。気に入っちゃった。今日のクラフトを全部見たかったら僕についてきて。
大きさが違ったから直してたんだ。サムチン、まだパーラービーズで遊んでるの？完璧な自画像ができるまで寝られないよ。じゃあ私は動画でも見ようかな。難しいな。ちょっとリラックスすれば。そうだね。でも明日は手伝ってくれる？もちろん。動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくね。バイバイ。